三代目、沢村総十郎の大義クランド。完成6年5月、江戸と座、花あやめ文読祖がより、当主祭写楽が。三代目、沢村総十郎とは、江戸時代中期の歌舞伎役者。拝名に、写枠、諸山、突死、屋号は、木の国や、縄文は丸二の字、画号期中安。二代目、沢村総十郎の子として、江戸に生まれる。兄に二代目、 女高タ高介、子に四代目、沢村・総重郎と二代目、沢村・タノスがおり、娘は五代目、岩井半志郎の妻となっている。先妻は四代目、松本幸志郎の娘、五歳は嵐・ひなすけの妹。宝暦9年11月、江戸中村座で、初代、沢村・タノスとして、初舞台を踏み、子役として活躍。名は六年11月、 父二代目と共に慶に上り、上方の舞台を踏むが、翌年父と死別、その遺言により二代目、嵐義三郎に支持する。明和八年十一月、成人を機に三代目、沢村総重郎を襲名。以後、京都や大阪の舞台に立ち、その間情報の歌舞伎関係者と交流をもって、和事の所作を習得する。安永六年江戸に帰り森田座の舞台に出る。 完成3年再び大阪へ登り、完成6年に江戸に戻るが、この年10月に上方の人気狂言作者、並木五兵も江戸に下っている。総重郎は大阪で五瓶作の芝居に出ており、その後江戸の舞台でも五兵の書いた芝居に出て評判となった。こうして三途にわたって多彩な活躍をしたが、 晩年は体調を崩しセリフを忘れるなどの障害に悩まされた。去年49。母書は田島山十一家事の授業員。改名は有心院慶報まれ祭典辞世の句はあじきなや浮世の人に分かれ字も。当たり役はキャラ仙台萩の足利がより金、ね、金手本中心蔵の大制ゆらの助など。体格は大柄で立役を本領とし、時代物や、 世話物に長辞、髪型の和ご芸を、江戸風に改め木の国や、沢村総重郎家のお家芸の発展に努めた。また、諸佐寺や実悪、武道寺も、得意とした。特筆すべきは、並木五衛と提携して、髪型の世話物を江戸に移植し、五大力連冠、墨田春義女姿生富岡連三会などの名作を所演し、残したことである。その徹底した、写実性は、 あとの鶴屋南北屋二代目、川竹新七の生世話者に継承された。ありがとうございます。